ミハイル二世アセンは、第二次ブルガリア帝国の皇帝。イヴァンアセン二世とエピロス先生皇国の王女イレネの子。イボアニノカリマン一世が毒殺された後に、ブルガリア皇帝に即位するが、即位当時、ミハイルアセンは年少だった。ヨー君が、定位についた報告を受け取ったニカイア帝国、エピロス先生皇国、ハンガリー王国などの近隣諸国はブルガリアに侵入し、 後半にわたる領土を併合した。戦争の結果、ニカヤは、セレス、テッサロニキ、アドリアノープル、ロドピ山脈地方が含まれる、トラキア地方、エピロスは、マケドニアの大部分、ハンガリーは、ベオグラードを併合した。この領土の喪失にもかかわらず、1247年に、ブルガリアは、ラテン帝国と戦うニカヤへの協力を強いられた。 1253年にブルガリアは、ドゥブロブニクと軍事、商業協定を締結し、ステファン・ウロシュ一世が統治するセルビア王国を攻撃した。ブルガリア軍は戦勝を収めてセルビアの奥深くにまで進行するが、セルビアの征服は失敗に終わる。1254年にニカイア皇帝ヨハネス三世が没すると、ブルガリアで、 マケドニアやロドピ山脈地方などの湿地回復の機運が高まり、ブルガリアはニカイアに戦いを挑んだ。この時青年に達していたミハイルは自ら軍を率いてトラキアに侵攻し、現地の住民の協力を得てロドピ山脈地方の城塞の回復に成功する。しかし、迅速に体制を立て直したニカイアの神帝テオドロス二世はブルガリア軍に奇襲をかけ、 ミハイルは森林を通過して逃亡する際に負傷した。1255年にミハイルはクマン人の血族とともにニカヤへの反撃を試みて、当初は数回の戦勝を収めたが、軍事行動の性質が変化すると、翌1256年に両国は和平を締結した。ニカヤとの和平条約で、 ミハイルとミハイルのギフロスチスラフ・ミハイロビーチが情報したことに不満を抱いた貴族たちはミハイルのお怒りマンを擁立する。1256年の秋にミハイルはタルノボ近郊での狩猟中、性的によって殺害された。数少ない資料はミハイルの知性のほとんどが宮廷内の有力者の影響下に置かれていたことを物語っている。知性の初期は母親のイレネ。 スブロブニクと同盟を締結した際には儀兄弟のセバストクラトルペタルが国政の中心になっていた。地政の末期にはベオグラードとブラニチェボの総督を務めたロシア貴族ロスチスラフ・ミハイロビチの意向が反映されていた。1255年にブルガリアとハンガリーの間で和平が成立した時にミハイルはロスチスラフ・ミハイロビチの娘と結婚し、1256年の ブルガリアとニカイアの和平条約では、ロスチスラフは二国の仲介者として署名した。ミハイルの死後、日は定位を継いだ、カリマン二世と再婚した。ありがとうございます。